2022年9月12日月曜日の撮影風景です。東京は久しぶりに晴れました。やっぱり光は素敵ですね。特に撮影には朝が最高です。土日の仕事がちょっと大変だったので、おはようございます。気分転換に電車を一駅手前で降りて散歩です。すっかり秋空で空気もちょっとひんやり感あり、正直この瞬間だけでほぼ満足しちゃってました。光は綺麗だけど、晴れの撮影は私にはまだまだ本当に難しいです。撮れる絵の印象を別にすれば、曇りの方が撮影は楽ですね。でも、難しければ難しいほど楽しかったりするんですよね。最近気に入っているスポットです。古いものと新しいものの重なりが、なんとも不思議に素敵に見えるんですよね。という感じで、カメラを持っているといくらでも時間が潰せます。遅刻でーす。普段はゆっくりじっくり撮影しがちだけども、短時間時間制限を作って撮影するのも良きですね。写真にもメリハリが出るかもしれません。私の今日の撮影にそのメリハリがあるかどうかは知らんけどね。それではまた。